はい、皆さんこんばんは、プレイヤートーク始まりました。お、はい、ありがとうございます。はい、在宅勤務だったり外出が控えめになっている方も多いかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今日は僕たちね、Zoom をこちらつなぎながら配信しております。こちらのプレイヤートークはスポーツエンターテインメントアプリプレイヤーがお届けする、スポーツ好きがスポーツを自由に語ろうというオンライントーク番組となっております。なかなかスポーツができない、スポーツが楽しみにくい、そんな今だからこそ、スポーツを話して楽しもうという配信でございます。はい、そんな今日のテーマはですね、プレイヤートークサッカー元 J リーガーが語る社会人サッカーボリューム5ということでございます。第5回目でございます。素晴らしい MC ありがとうございます。はい、そしたら、早速ですね、本日のゲストの方を紹介させていただければと思います。そうしましたら、左上になるのかな、渡辺大吾選手からよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、渡辺大吾です。僕は長崎県出身で、地元の、少年団でサッカーを小学校2年生の時から始めました。国見中学国見高校と進学し、高校卒業後は、京都サンガ FC に入団しました。その後大宮アルディージャ、韓国のプサンアイパーク、蒲田マーレ、サヌキと移籍をして、2019年の2月に、現役を一度引退しました。そして、同年の7月より、今の所属チームである品川 CC でプレーさせていただいてます。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。大吾さんは本当にレギュラーゲストなんでね、毎回同じトークをありがとうございます。5回目になります。ありがとうございます。慣れてますもんね、プロフィール紹介が。スムーズだったスムーズだったな。はい、じゃあ続いて、くすかみ選手よろしくお願いします。はい、南葛 SC11 番のくすかみ順平です。滋賀県出身で安高校でさ安高校出て同志社大学行って、川崎フロンターレ、セレッソ大阪、サガン鳥栖でウエスタンシドニーワンダラーズ行って、清水エスパルスに行ってレンタルで山形に行って清水エスパルスに戻って今南葛でサッカーやってます。よろしくお願いします。隅から隅までご説明ありがとうございます。はい、清水エスパルスのところでちょっと自分から笑ってもうていや長いなと思って言いながらはい、はい、ありがとうございます。そうしましたら最後、石井選手よろしくお願いします。はい、南葛 SC25 番石井健吾です。僕は北海道出身で、コンサドーレのコンサドーレ札幌ユースでトップ昇格してコンサドーレ札幌、愛媛 FC、そしてまたコンサドーレ札幌に戻り、その後タイのクラブに、1年間いまして、で去年2019年から南葛 SC でプレーさせていただいてます。今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ご参考っすね、まさしく。はい、ご参考だ。ご参考です。はい、ありがとうございます。ちなみにお三方、全員海外のリーグ経験者っていうところですね。もう今日はそのあたりのトークとかもしかしたら飛び出すんじゃないかなと期待しております。はい、本日改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、すいません、最初からこうかっちりとしたトークみたいになってしまってますけども、フランクにいければなっていうふうに思ってます。はい、そしたら、まず一番最初の、トークテーマのところに移させていただければと思います。まず一番最初ですね、どういった、経緯で、今のチームでプレーされているのかというところを、軽くご説明の方を、お願いしたいと思います。そうしましたら、渡辺選手よろしくお願いします。はい、僕は先ほど自己紹介でもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、プロサッカー選手としては、去年の2月に一度引退しました。で、そこからサッカーを離れて、まあ、セカンドキャリアを模索している段階だったんですけれども、今のチームの GM と、弟が知り合いということで、弟の紹介で、まあ、CM、GM の方とお会いする機会があって、で最初は
断ろうかなっていうふうに思ってたんですけれども、まあ、チームが掲げてる仕事もサッカーも全力でっていうチーム理念にすごく惹かれて、もう一度あのサッカーをチャレンジしようと思ったのが、再びプレーするきっかけになりました。はい、はい、ありがとうございます。今あの大吾さんが所属している、まあ、会社の話とかもまた後ほどあの詳しくお伺いできればなというふうに思っております。はい、はい、その点ありがとうございます。はい、はい、そうしましたら続きまして楠上選手。はい、僕もチームを探している中で、なかなか決まらず3月2月の中旬ぐらいかなにうちの今南葛 SC の監督をされている島岡さんから連絡を一応もらって、まあどうやみたいな感じで、まあなかったら一緒にやるのも面白いんじゃないみたいな話をしてもらったので、まあそれでその後にまあ GM の岩本さんと一度会ってお話しさせてもらったところ、すごくやっぱりチームのビジョンであったりとか、まあ本当にこの南葛 SC っていうチームの魅力があるなと感じたので、ぜひここで、まあ、もう一度すごく上を目指せるチームなので、もう一度ここで上に上がっていければなと思って入りました。はい、ありがとうございます。ちなみに島岡監督とは、どちらかチームでご一緒されてた、はい、ね、大学の時僕同志社大学だったんですけど、はい、関西選抜の監督をやられていて、うん、そこで一緒に、はい、やったことがありました。はい、もう昔からの縁というような形ですかね。そうですね、まあはい、まあ、全然会えてはなかったんですけど、はいはい、本当久しぶりに連絡もらって、うん、はい、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。石井選手いかがでしょう。はい、僕はですね、あの2018年、まあ、タイのクラブでプレーしてたんですけど、まあ、契約が終わって、まあ、タイでチームを探してたんですけど、まあ、なかなかこう、まあ、そのクラブからも契約の、まあ、延長のオファーはいただいてたんですけど、なかなかこう、うん、自分の思うような、オファーではなかったので、まあ、あとは、まあ、他のタイのクラブで探してたんですけど、まあ、そういう望むようなオファーはなく、まあ、そんな時に南葛 SC の存在を知って、まあ、直感的にというか、まあ、このチームでやりたいっていうふうに思って、で、そこから、知り合いの方に、岩本 GM、南葛 SC の岩本 GM を紹介していただいて、で、直接、お電話をして、お話しさせてもらって、入ることになりました。なるほど。もう一種の逆オファーというか。そうですね。はい。もう電話かけてって感じなんですもんね。そうなんです。なるほど、なるほど。行動力がすごい。そうですね。うん、なかなかできない。タイで培われましたね。なるほど。はい。実は、品川 CC は、その南葛 SC に入る前に、まあ、僕、トレーニング全然できてなかったので、うん、それこそ吉田さんですよね。そう。うん、はい。吉田さんをちょっと紹介していただいて。なるほど。品川 CC でちょっとトレーニングを参加させてもらったことがあって、まあ本当1日だけなんですけど、はい、その時に品川 CC にもちょっとお世話になってて。なるほどね。はい。品川 CC からオファーはなかったの？まあなんか、その時は全然そういう入団とかっていう前提のトレーニングとかじゃなかったので、練習参加だけみたいな。本当に練習参加させてもらって、で、まあ、まあ、吉田さんからは、もし本当チームなかったら、うちおいでよとは言われましたけど。なるほどね。はい。まあ、その後にちょっと南葛 SC の方に決まって。そっか。はい。でも、まあ、すごく感謝してます。確かに。まあ、タイミングとかね。でも、吉田さんは、オファー出したっていう感じでは話聞いてたから。あ、言ってましたか？言ってた。あ、じゃあ、あれオファーだったんですかね。なかったら来たらっていうのがもしかしたらオファーだったかも。オファーだったかも。でも、すごくいい、練習参加させてもらったけど、すごくいいチームで、はい、レベル高いなと思いましたね。ありがとうございます。はい。でも、この前、練習試合の時もね、吉田さんと話してたしね。うん、そうですね。あとね。はい。
そうですね、この間、両チームは、先週末ですか、先々週末かな、に練習試合されてるんですよね。そうなんですよ。はい。はい、結果はちょっと言えないですけど。結果は各クラブ のホームページにもしかしたら練習試合結果載ってるかもしれない。はい、そうですね。SNS、SNS とかで、はい、見てもらえれば。はい、ありがとうございます。でも、そうですね、意外な縁があってっていう形ではあるんですね。なるほど、なるほど、ね。はい。ありがとうございます。はい。そうしましたら次の質問の方に移れればと思います。そろそろ、コロナ、収束に向かってるかどうかはまたさておきですけども、そろそろリーグ再開に近づいているかと思います。はい。で、その中、チーム全体、または個人の調子、多分思うように体を動かしきれてない部分はあると思うんですけども、個人の調子だったりチームの調子、あとはまあコロナ期間どういうふうに練習を行っていたかっていうところを、お伺いしたいと思います。そうしましたら、順番逆でいきましょうか。石井選手の方からよろしくお願いします。はい、びっくりしました。油断してたね、はい、油断してた。どう振られるかはもう、うん、すいません、もう MC ね。はい。ですね、自粛期間に入って、チームとしてリモートトレーニング、この Zoom を使ってトレーニングは結構ずっと詰めてたので、なので、チームとしては、とても、状態良くというか、自粛明けも、みんな、コンディション、そんなに悪くなく、スムーズに全体のトレーニングにも入れたかなとは思ってます。で、個人としても、だんだんとですけど、コンディションも上がってきているので、開幕までにはしっかり、調整したいなと思ってます。はい、ありがとうございます。同じチームですけども、くすかみさんいかがですか。はい、そうですね、石井選手が言ったように、チームでこのズームトレーニングというのを週に2日ほど行っていたので、そこで1時間チームまとまっていろいろな体幹であったりとかそういうのをできたことはすごく大きかったなと思いますし、それ以外にも毎日コーチがメニューを与えてくれて、それをこなしてちゃんと報告をするっていうのを毎日やってたので、結構みんなそれをしっかりやってたなっていうのがオフ明けの練習でも分かったし、そこでやっぱ個人個人がレベルアップ、なかなかサッカーの部分でレベルアップできないかもしれないですけど、個人の能力でやったりするところはやっぱり上がれるところは上げると思うので、そこはみんなしっかり自分と向き合ってやってたかなとは思います。だから開幕に向けてすごくいい状態は保ててると思うので、始めが大事だと思うし、しっかり開幕戦から戦えればなと思います。なるほど、ありがとうございます。怪我とかされてる方とかはいらっしゃらないですか、現状。また今チームがまた練習再開してる中だと思うんですけども。いや、やっぱり始まって大きな怪我はないですけど、多少やっぱりサッカーと接触の部分であったりとか、その強度がやっぱ違ってくるので多少のやつはありますけど、でもそんな大きな怪我はないので、はい、みんな開幕には間に合うかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、最後渡辺選手いかがでしょう。僕の前にちょっと質問いいですか。どうぞ。なんか自粛期間中のそのコーチから与えられたメニューってどんなことやってたの。ランニング何分とか、縄跳びをこういうふうに飛ぶ、こういうふうにっていうか、どんな感じだったっけな。二重跳びだね。二重跳びを。何分か。20秒みたいなのをやってたよね。で、レスト 何秒。それをなんか何セットとか。結構細かいメニューでしたね。そう、結構細かかったですよね。で、週に。次の週になったらちょっとレベルアップしてたりとか、2週それやってレベルアップしたりとかして。なるほどね。なかなか激しいというか厳しい自習期間でしたよね。かなり考えてくれ、選手のことを考えてくれて、いろいろメニューも毎日変わって組んでくれてましたね。なるほど、なるほど。はい、きつかったっす。き
そう、縄跳び。いや、縄跳びきついんですよ。そうだよね。俺もっとできると思ってたんで、ちっちゃい頃いっぱいできたから、もう大人になってやってみたら意外ときついと思って。ちょっとできんくなってた。そう、できないっす。いくらでも跳べるわと思ったんですけど。全然俺できなかったんだけど。手がきついし、マジでこれ大変やなと思って。だから縄跳びいいんだろうね。はいはい、はい。縄跳びっていうもんね。いいって言いますよね。ね、はい、そうだよね。なるほどね。今後のトレーニングの参考にさせてもらおう。はい、ありがとうございます。はい、そしたらちょっと改めて大吾さんいかがですか。はい、僕品川はコロナ期間は Zoom 同じく使って、うん、まあ、トレーニングやってて、基本的には週5でやってて、あの仕事でそのテレワークとかで出席でできない選手とかもいたんですけれども、結構あのほぼ毎日みんなでこう画面越しでトレーニングは、まあ、筋トレだったりとか、あと部屋の中でこうできる、有酸素系のトレーニングとか、あとダンスやったりとかっていうのをして、まあ、コンディション維持に努めてたんですけど、実際に自粛期間が明けてジム練習が始まった時に、まあ、やっぱりサッカーができてなかった分ちょっと怪我人が出てきてしまったりとか、まあ、あの先日の南葛 SC さんとのトレーニングマッチはなんかコンディションの違いとかすごくやっぱり感じた部分が多くて、まあ、もっと自分たちがあの開幕までにやらなければいけないことが、まあ、明確になったなっていうふうにあの感じたので、まあ、そこを逆にポジティブに捉えて、神奈川県リーグは再開までまだ1ヶ月ぐらいあるので、開幕までにもっとこういい準備ができるようにしていきたいなと思いますし、まあ、こういい結果が出ないことでチームとして気が引き締まったので、まあ、より危機感を持って、今後取り組んでいけるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに品川 CC さんの中できつかった練習はどうですか。逆にきつかった練習は水曜日にジムのトレーナーの方のメニューがあって、なんかバービージャンプ入ったりとか、あと、30秒筋トレやって20秒レス10秒レストして30秒また筋トレを4種目をかける2セットを1時間の中で3周ぐらいやるんですけど、それとかはもう結構汗だくになって終わった後あのかなりきつい感じで、で最後あのトイレットペーパーチャレンジでリフティングやるんですけど、はいはいはい、選手2人がやって選手2人が成功したらスタッフが罰ゲームで腕立て30 で1人成功だとなしで2人失敗したら選手が30っていうその30回やるっていうこうレクリエーションみたいなやつなんですけど、うん、大体スタッフの皆さんが終わった後30回毎回やってました。できるんすな、ね、結構トイレットペーパーってそう。え、何回ですか。でも5回。あ、まあ、5回か。5回。僕やってみたけど結構難しいですよね。難しい、全然できない。うーん、でも結構なんか意外にできるから、じゃあ次7回ねとかになるとやっぱできなかったりするけど、はい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 、なんかいろんな選手の動画とか見てたら普通にめちゃめちゃできる選手とかいるからすごいですよね。めちゃめちゃうまいなと思って。久保くんとかね、ね、すごいですね。順平とかうまそうやね。いやーできないっすよ絶対。順平はできる絶対。やったことないっすね。ほんま。いや、わかんない、やってみないとわかんないですけど難しそうですね見てたら。そう、まあ、今やってとは言わへんけど週末トレーニングで欲しいけど楽しみにしてます。はい、チャレンジしてみます。はい、ありがとうございます。そうですね、あのまあでも本当にそろそろ再開に向けて本格的なこうコンディションの調整というところが入ってくる時期かなと思うので、あのくれぐれも皆さんあの大きな怪我だけは本当にあの気をつけてあの再開を迎えていただければなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。そうしましたら、続いての質問に移れればと思います。はい、現役時代、J リーグ、J リーガーとしての時代の時と、社会人リーグのギャップについて、お話しいただきたいなと思っております。こう練習環境とか、まあ、試合レベルの違いとか、いろいろなところでギャップっていうところはあるかなと思うんですけども、そのあたり、について何かこうお話しいただければなというふうに思います。そしたら、じゃあ、くすかみ選手からいきましょうか。はい。そうですね。もう全然正直思っていたより良くて、環境は、まあ、天然芝が人工芝になったっていうのがまあ一番大きなところですけど、まあ、それ以外はほとんど、まあ、シャワーも浴びれますし、まあ、更衣室みたいなところもありますし、だからなんていうの、今、まあ、時間が決められてるっていうのはちょっとありますけど、その使える時間があるので自主練とか、ずっとやるっていうのはなかなか難しいんですけど、でもそれ以外はすごく、まあ、チームが選手のこと考えてくれて、僕たちがやりやすいようになるべくやってくれてるので、ほとんど、ギャップというか僕の中ではそこまで感じ、まだ試合をやってないっていうのもありますけど、まあ、練習とかをする感じではほとんどこう想定内というか、なんかそんな感じで、まあそのチームメイトのレベルっていうのもやっぱすごく思ってたより高かったし、みんな意識高くやってるので、やっててもやりがいがあるなっていうのはあるので、はい、そこまで感じなかったです僕は。はい、ありがとうございます。ちなみに海外とかとどうですか？海外の方がやっぱりあれなんですか、設備的には。いや、そう、僕がいたとこはそんな整ってなかったので、実際なんか高校の部室みたいなところに着替えてたので、はい、だから、はい、なんなら南葛の方がいいぐらいです。本当ですか？そうなの。はいはい、なるほどなるほど、ありがとうございます。石井選手いかがです？はい、いや僕もくすかみ選手と同じで、全然思ったよりも良くて、そうですね、まあ順平が言ってたように、天然芝と人工芝の違いぐらいで、すごくいい環境で、まあ、このカテゴリーにしては本当に、まあ、トップの環境でやらせてもらってるので、何も言うことはないですね。ありがとうございます。タイと比較してはどうですか？いや、タイも僕のいたクラブはもう全然環境良くなかったんで、本当に、なんだろう、練習終わったらそのホースとかでシャワー浴びて、はいはい、みたいな感じですね。それで本当シャワーはそれで済ましてっていう環境だったので、まあもちろんタイでは天然芝でやれてましたけど、まあ本当にクラブの方たちがすごくこう、まあ、選手に負担かけないようにっていう、まあ、そこは本当プロと変わりないぐらいのこうサポートを受けているので、本当にいい環境でやらせてもらっていると思います。なるほど、多分そうですね、設備的な意味で言えば多分確かに東京都の方がいろいろ優れている部分は海外に比べてもあるのかもしれないですね、なるほど、なるほど、ありがとうございます。渡辺選手いかがです？はい、僕たちは平日の練習は、フットサルコートを使って、やってて、土日は、サッカーコートでできるので、まあ、そこがこう社会人サッカーとプロとの違いなのかなっていうふうには一つ感じたんですけれども、ただ、まあ、今このコロナに注意しながらっていう部分もあって、スタッフの方々の、練習の準備だったり、あと片付けだったり、まあ、ボトルも一人一本自分のものを用意してもらって、終わった後は消毒とかしてもらって、まあ、サッカーに集中できる環境づくりを、クラブとしてやってもらってるので、そこはもうすごく、感謝していますし、スタッフの人数だったりマネージャーさんだったり広報の方がいたりっていう、その J クラブに一
を取らないぐらい、スタッフの方がいるのは、まあ、すごいなっていうふうに思ってます。で、まあ、もちろん練習だったり試合のそのレベルっていうのは、まあ、多少その違いがあるのかなっていうふうには思うんですけど、一番はなんかこうサッカー脳というか、なんかそこが一番こう違うのかなっていうふうに思ってて、まあいい意味で言うとあらゆる場所で結構チャレンジのプレーが多くて、まあミスを恐れないというか、まあそういったプレーが多いのかなっていうふうに思ってて、ただミスに対してあまりこう言うのは良くないなと思ってて、まあ、やっぱりプロと違って社会人サッカーなので、まあ、やっぱ楽しくなければやってる意味ないと思いますし、やっぱり本人がサッカー楽しいなって思いながらこう練習だったり試合に行くっていうのが、まあ、醍醐味の一つだと思うので、まあ、そこのこう求める部分のバランスっていうのは自分の中で意識している部分ではあります。はいはい、ありがとうございます。ちなみにそうですよね、品川 CC さんに関してはこうスタッフの数っていうのもかなり多い印象はあるんですけども、ちなみにそうですね、南葛さんもかなりスタッフ数は多いですよね。そんなことないですか？多いイメージある。いや、スタッフ数は多分少ないですよね。どうなんだろう、品川 CC はどれぐらいいらっしゃるんですかね。15人ぐらい。あ、全然いない。多いですね。もっと20人ぐらいいるかもしれない。あ、すごい。現場にいる人ってことですよね。現場、トータルで言うと、監督、はいはいはい、コーチングスタッフ、マネージャー、広報、カメラマン、トレーナーさん。ああ、はい。あと教科部長、GM とか入れると。うんうん、結構多分15人から20人弱ぐらいいるかもしんない。へー、そうだから、そうなると全然少ないですよね、多分僕たちの方が。そうですね、監督トータル、そうですよね、トレーナートータルで言うと、まあでも専属のそのトレーナーっていうわけではないので、トレーナーも、あ、まあでもうちもなんか専属っていうよりは、こう接骨院とか治療院やられてる方で、こう土日とか平日来れるときに顔出してくれたりとか、ああ、じゃあそうですね、一緒ですね。そう、そんな感じで来るけど、何人ぐらいなんやろ、俺、じゃあ俺らって、そう、まあ、6、7、そうだね、現場にいる、あとは俺らスタッフに入れます。あ、ね、ある意味、いや、そうなんですよ、一応。ね、そこであれ社員的なあれなんで、ね、うん、まあ、スタッフらしいことはね、こんなにできてないんですけど、うん、いやでもほんま7、7、そう考えたら7人で、ボランティアというか、うん、学生さんたちが手伝いに来てくれてるので、なるほど、練習とか、うん、その人たちに助けてもらいながら、なるほど、やってます。なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。今、まあ、そうですね、少し、お話の出た部分だったりするんですけども、平日のお仕事というか、まあ、今のこう社会人サッカー以外の部分のお仕事についてちょっとお伺いしたいなって思ったんですけども、あれですかね、くすかみさんと石井さんは今、南葛 SC の、内部の、スタッフとしても、仕事を平日はされているというような形ですよね。はい、はいはい、ありがとうございます。ちょっとそのあたりについて、いろいろお伺いできればと思うんですけども、具体的にどういうことされてるんですか。ちょっとこれはお二人どちらかにお伺いしたいなと思うんですけど、お二人とも基本的に同じですか、あの仕事内容、また全く別ですか。いや、ほぼ一緒っすよね、はい、まあ、ちょっとどうぞ。いつも一緒のところで働いてます。ちょっと具体的にどういうことをされてるかってお伺いしてもよろしいですか。まあ、まずは南葛 SC というクラブをこうより良くするために、まあ、いろいろ考えることと、あとはこう認知してもらえるように、まだまだ知ってもらえてないので、こうたくさんの人に知ってもらうという活動だったり、
まあ、地域の方たちにやっぱり応援してもらって愛されるようなチームにしていかなければいけないので、まあ、その地域の方たちとのコミュニケーションだったり、まあ、そういう部分での、活動は主に僕らはやってますね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。だからそうですね、あの先ほど言ったこう、まあ、学生さんの、まあ、ボランティアのお力添えを持っているところも多分そういうところからこう派生してご支援いただいているというような形だったりするんですよね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、渡辺選手いかがですか、今の現職のお仕事に関しては。今は僕は、サッカー選手の仲介人形と、あと、メディアのお仕事と、でもう一つは品川 CC のスポンサーであるリスタンダードで、まあ、大学生のキャリア支援とか就活支援、またはアスリートの、セカンドキャリア支援っていうことを、やってる会社で、業務委託っていう形で、やらせていただいてますね。ただコロナの影響で今は、リモートワーク、Zoom 使ってミーティングとか、学生さんの面談とか、そういうのが今はずっと続いてます。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、もう大吾さんかなりいろいろなイベントに出られている印象は見受けられます。いやすごいですね。全然すごくないよ。いやそういうのやっていきたいですよね、俺たちも。大健吾くんねえ、はい、いやすごいわ先輩。でもそれもそうですね、お二人とかもその、まあ、いわゆるこう地域の学生さんとかのこうキャリア支援みたいなところはもしかしたらこうかなりニーズあるんではないかなと思ったりして、うん、ここは本当に社会人リーグの良さだったりするのかなというふうには思ってたりもします。確かに、それいいですね。すいません、ありがとうございます。やりましょう、ケンゴ。ヒントヒントね、やろう。支援、学生たちの支援できるかもしれないですよ、なんか。確かに、もういつも僕と順平はそのいろんなこうアイデアを日々どうしたらいいかを考えてる。頭を悩ましてます。はい、なんかアイデア出すとか0から1作るのってめっちゃ難しいよね。いや難しいですね。なんか今まで経験なかったから、はい、まあ面白いのもあるんですけど、うんうん、やっぱり大変ではありますね、うん、どんどんパクっていきましょうね。大吾さん、大吾さんのいいやつを全部パクってやっていきましょう。いいと思ったやつは全部還元フィードバックするから。全然そこお願いします。全然、はい、でもそうですよね、本当に今は特にこのご時世柄といいますか、こうアスリートのこう、まあ、セカンドキャリアといいますか、まあ、品川 CC さんでいうとこの 1.5 キャリアっていうような言葉とかはかなりこうバズワードといいますか、テーマとして掲げられているチームも、まあ、少なくはないのかなとは思ったりもするので、はい、確かにそういうところは、まあ、常にこうフォーカスしておくといいのかもしれないですね。はい、はい、1.5 キャリア言っていただいてありがとうございます。はい、まあ、後ほど多分触れていただく部分かなと思ったんですけど、はい、すみません先に言ってしまいました。いえいえ、ありがとうございます。いい言葉ですね、はい、1.5 キャリア。確かに、そうなんですよ。また大吾さん後ほど、はい、後ほど詳しいお話があるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、そうしましたら、すみません、続いての質問の方に移りさせていただければなと思ってます。まあ、お三方ともこう肩書き的にはあまりこう意識されてないかもわからないですけども、一応元 J リーガーっていう肩書きがあると思うんですけども、こうチームからこう求められることっていうのは何か明確にあったりするんでしょうか。そしたらこれはじゃあ渡辺選手からお願いします。はい、そうですね、僕は去年その加入するときに、品川 CC はその J 経験者が多分南葛 SC さんユニも少ないので、やっぱりプロとしてのこうサッカーの部分での経験をチームに還元してほしいっていうのは、言われました。で特に、その時はこう
ゲームがアップテンポでなかなか落ち着かせることができないっていうところだったので、実際にピッチに入ってそういう部分を一番体現してほしいっていうのはやっぱり言われましたね。あとは、こう言語化して、いろんな状況があると思うんですけど、その状況状況に応じて、まあ、なるべくこうベストな、判断とか選択ができるように、この場面だったらこういうプレーの選択肢があるよねとかっていうのは、まあ、建設的に向こうの相手の意見も取り入れながらうまく相手に伝わるように、伝えてるところですね今。はいはい、ありがとうございます。本当にもうまさしくこうベテランならではの意見だったかなっていう。はい、ベテランなんではい、ありがとうございます。くすかみ選手いかがですか？そうですね、多分僕もまあ大吾さんに言われたことももちろん多分そうなんですけど、多分僕はよりこうチームを勝たすことを一番多分求められてると思うので、まあ、勝たすっていうまあその自分がどうこうっていうのももちろん大事なんですけど、まあ、よりチームをこういい内容っていうよりも多分勝利に導けるようにっていうのを本当に求められているところで、自分のゴールであったりアシストであったりっていうのがもう直接的に、南葛SCのためになれると思うし、それを求められていると自分の中では思っています。はい、ありがとうございます。石井選手いかがですか？そうですね、まああのまあ、今までの自分のそういうプロでの経験だったりっていうのをあの、まあ、若手に伝えるっていうのはすごく大事なことだと思ってますし、まあ、明確にこうチームからこうしてほしいっていうのは言われているわけではないんですけど、まあそういうこう、まあ、いろんな選手とコミュニケーションを取って、まあ、その選手の、まあ、選手だったりあとはまあクラブの成長のためにまあ、少しでもこう貢献できたらなっていうのはあのずっと考えながらやってますね。はい、ありがとうございます。もう先ほどお話のあったまさしくこうキャリアアドバイスではないですけども、あのお二人だからこそ多分お伝えできることっていうのはもうすでに多分南葛さんの方に還元できてるんではないですか？いやうん、もっともっとでもやらなければなとは思いますね。確かにね、そんな多分めっちゃしゃべる方っていうか、プレーに関してあんま言う方じゃないので、まあ、もっと言っていた方がいいのかなと思いますし、それは、そうですね。確かに、順平なんか静かなイメージある。黙々とやってるイメージある。いや、ちょっと楽しんじゃうんで、俺、サッカーしたら。ちょっとなんか、一番はい、そうなんです。なんかアドバイスよりはなんか楽しんでこっちが一番なんかはしゃいじゃうタイプなのであんまアドバイスできてないですね。順平のプレーを見ればもう十分ですね。いつも勉強になります。3人ともアタッカーですね。そういえば今日そうですね、はい、確かに、はい、今まではこう割とこう過去のプレイヤートーク出演していただいた方々は割とポジションがバラバラだったりもしていたので、珍しく今日は3名ともこうアタッキングサイドのポジションを取られている方々だなというふうに思います。はい、すいません余談でした。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、そうしましたらじゃあ続いての質問に移れればと思います。あ、ちなみにあのプレイヤーのコメントの方とかでもあのぜひぜひこうどうしようご質問の方お待ちしておりますので、あ、ちなみにそしたら今何個か呼び上げさせていただければなと思います。はい、これは菊池さんという方から、東京の感染者がこれ以上増えないことを祈ってます、無観客での開幕ですが選手の皆さんのためにもぜひ始まってほしいっていう、コメントが来てますね。そうですね、はい、今またね、増えて、そうですね、多くなってきてる、ね、はい、東京と一部はもうそろそろ開幕だよね。そうです、はい、19日からです。大丈夫そう？どうなんすかね、開幕。いや、毎日今な5日連続ぐらい100超えし、そうして、ね、どういう判断になるのか、まあ、僕たちには分からないところではあるんですけど、ちょっとね怖いっていうかね、
そうですね。多分組織側もね、多分そういうところを鑑みて判断するだろうし、うん、まあでも本当にチームとしてはすごい徹底してくれてるし、まあ、さっき大吾さんがおっしゃられてたみたいにペットボトル開けたりであったりとか、うん、検温であったり、まあ、毎朝各自でして LINE を送るっていうのも義務付けてますし、うん、そう手洗いうがいも練習前練習後とやってすごくチームとして徹底はしてるんですけど、まあでもこればっかりは分からないのでどうなるかはやりたいですよね。無事に開幕してることを。そうですね、うん、ただまあでも J リーグはあれですよね、あの一応この中でも無観客というか制限開催はするみたいな意向は先ほどニュースで流れてたので、うん、多分わかんないです。都リーグだったりだとか、あの神奈川リーグの、あの判断がどうなるかわかんないですけど、多分このまま行くのではないかなというふうに。うん、そうですね。J リーグがやるなら。そうですね、うん。はい、ありがとうございます。あのその他にもあのコメントをぜひぜひお待ちしておりますので、あのコメントの方、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、質問の方もさせていただければなと思っております。はい、現役時代にやっておけばよかったなとか、やっておいてよかったなって思うこと、こうセカンドキャリアの布石みたいな部分のことが、あれば、ぜひお話しいただきたいなと思います。そしたらこれはじゃあ石井選手からいきましょうか。はい、いや僕はあの本当に現役時代にそういうセカンドキャリアに向けてあの準備 してきたことが本当にないので、まあ今はものすごく後悔してますね。まあなんか J リーグでも結構こうセカンドキャリアのサポートをまあ現役中してくれてたんですけど、まあ例えば英会話だったりパソコン教室みたいなのもありましたよね。うん、あったね。うん、で一応その英会話とかは参加したことがあるんですけど、あの続けてはできてなくて、まあ、今となったらあんまり意味なかったなっていうのはあって、だもっと続けてこう、ね、継続してやってきたらよかったなっていうのはすごく今ありますね。うーん、なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。ちなみに今されてることとかってあります？今なんですかね、でもこうたくさんやっぱり人とあの会ってというか、うん、すごく今までもそういう出会いでいろんな人と出会って、まあ、そういう方たちに支えてもらって今の自分があるので、うん、まあ、これからもそういう出会いっていうのは大切にしてやっていきたいですし、まあ、あとは会社でもパソコンをねよく使うので、まあ、順平も僕もで今までパソコンなんてやってこなかったので今は本当必死にそのパソコンの勉強というかあのたくさんパソコン触って使えるようにしてます。なるほど、ありがとうございます。難しいですか？難しいですね。ね、順平難しいですね。全然思い通りにいかず いつも凝っていますもんね。順平はいつもなんか事務所で言ってますね。なんでできへんねんありがとうございます。はい、楠上選手いかがですか？そうですね。まあ健吾君が言ったの、僕も正直あんまり何もしてこなかったので、でもやっぱり僕自身アパレル関係が好きなので、まあこれは別に今からでもできることなんですけど、まあそういう自分のブランドであったりとか、その何かそういうアパレル系をやりたいなというのは、うん、はい、あります。それを今チームでもちょっと考えてて最近僕とか健吾くんとかリュータでいろいろねデザインしてやってるんですけどね。一応ねデザイナーになりきってねいいね、なりきってデザイナーでやってるんですけどいい、ね、全然アイデア出てこないんですよなるほど、ね、まあすごいね、はい、楽しくやってますよね。そう、それでなんかチームとしてこういろいろアパレルグッズを出していこうとは考えてますけど、うん、はい、でいろいろこう話し合いながらやってます。ただあれなんじゃないですか、サポーターの方々とかも皆さん買ってくれるんじゃないですか？そうなってほしいんですけどね。だから喜んでもらえるようにどうしたら喜んでもらえるかなっていうのと、うんうん、はい、コアなサポーターの人が喜んでもらえるのってやっぱりこのライトというか、はいはい、まだいまいち僕たちのことを知らない人も巻き込んでこうやりたいなっていうのもあるし、うんうんうん、まあ、そこのはい
そこのバランスというか、もうそれはもう高橋先生にお力添えちょっといただいてっていう。いや、そうなんですよね。高橋先生の力はすごいです。ね、ちょうど世代だし、俺らは。いや、そうなんですよね。翼、うん、はい。はい、ありがとうございます。渡辺選手、いかがですか？はい。まあ、今、お二人の話から、話でもあったと思うんですけど、まあ、やっぱり現役時代ってもう本当にサッカーに一生懸命でちっちゃい時からまあ、もちろんプロが夢でとかサッカーやっていくうちにプロになりたいななれるなとかでなったらなったでやっぱりその J リーグの中で生き残っていくために24時間練習以外試合以外でもやっぱりこうサッカーのことを考えるしそれをベースに私生活のこう過ごし方とか多分食事とかもやると思うんでなかなかそのセカンドキャリアってまあ考えようによってはまあちょっとこうマイナスじゃないけどそういう部分のこう考え方にもなると思うんですよ。なのでなかなかこう考えづらいとは思うんですけどただやっぱり引退っていう部分も必ず来るしずっとはできないのでやっぱり考えなくちゃいけないっていうふうに思うんですよね。でこうサッカー以外の部分で自分がなんか得意なこととかあこういうの仕事にしたいなとかこういうの好きだなっていうのをなんかまず見つけることからスタートかなって思うんですよ。でそういうのがこう見つかってきたり興味が湧いてくるとやっぱりそれについてまあ調べたりとか、まあ、さっき純平が言ってたみたいにちょっとアパレルに興味があるんだったら、うん、なんかアパレルに精通してる人とこうなんか知り合えないかなとか一緒にできないのかなとかなんかそういうのでこう人と人とのつながりが生きてくると思うんでまずはこう現役のうちから、まあ、ちょっとの隙間時間とかあると思うんですよ。試合の次の日のこうリカバリー終わった後とかじゃあオフの日の1時間とか2時間とかなんかそういう時間を使って、少しでもこうセカンドキャリアに向けた考えをすることによって逆にこうその現役中とか今とかサッカーにこう影響を与える部分もあると思うのでなんかそういうマインドで現役時代に入れたらよかったなと思うし自分がそういうふうに思うからこそ今の選手にはそういうふうなマインドを持っててほしいなと思いますねっていうのを発信していきたいですね、うん、はい。ありがとうございます。もう本当に素晴らしいお言葉だなっていうふうに若い時にアドバイスいただきたかったです、ね、本当それちょっと遅かったっすわでその時は俺もまだ若いからレイジャーあんま世代変わらんからでもそうですね本当にもう今まさしく今現役バリバリでやられているようなJリーガーの方々にもやっぱりそういうメッセージっていうのはぜひ届いてほしいなというふうにはやっぱすごい思いますね、うん、はい。そうですね。しかも特にここ数年数十年とかのこう情報社会の中でこう情報の取得のしやすさっていうのは多分前に比べたらかなりしやすくなってるんではないかなというふうには思うんで、はい、うん、あとはそのやっぱり社会人サッカーにこう元 J 経験者とかってここ数年ですごい増えてきたと思うんですよ。でそういう人たちのやっぱり発信とか発言力とか、はい、っていうのがやっぱ結構力あるっていうか選手に響くなと思うんで、うん、まあ僕はこう勝手にというか、まあ、さっきその言ってもらった 1.5 キャリアを体現してるものとしてはそういう部分はやっぱり現役中の選手にどんどん伝わるように発信していきたいなっていうのはありますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、もう本当にそこの発信のお手伝いをできるようにプレイヤーも頑張ってまいりますので、はい、ぜひぜひありがとうございます。お力添えよろしくお願いしますお願いします、はい、ありがとうございます。はい、そうですね。そしたらじゃあ続いての質問、あ、ちなみになんですけども質問来てますね。皆さんキャプツバお好きですかって来てます。
もちろんです。はい、もちろんです。もちろんです。はい。皆さん、本当に世代ですよね。バイブルですね。はい。うん、はい。僕なんかは、ホイッスルとか、その世代だったんで。ああ、でも次の世代。ああ、なるほど。でも、その辺も僕読んでましたよ。ホイッスルも読んでましたし。J ドリーム。はい、アンタリスタ。シュートとかね。うん、シュート。やっぱサッカー漫画はそれなりに。うん、確かに。見てるよね。うん。うん、そう考えるとなんか昔の方が多かったね、サッカー漫画自体。そう、確かに、ね、そうですね。あんまりないな。いや、意外とあるんじゃないですか。あ、俺らが知らんだけで。知らんだけで。確かにね、いや、わかんないです。なんか、こんなん言ったらあかんか。いや、実はあるかもしれないです。でも、じゃあ、何、うん、だっけ、ジャイアントキリングでしょ。あ、はい、なんか青足でしたっけ、はい、そんなんもあるし、はいはい、ほんまや、意外と多分ね、そうですね、あるね、あるかもしれない。俺も今、俺も正直あんま最近見れてないんで分かんないですけど、あるって。ただその中でもやっぱり群を抜いてキャプツバはすごいですよね。本当に外国人選手もみんな好きじゃないですか。日本だけじゃないですからね、うん、はい、うん、確かに世界、はい、まさか今同じ事務所でこう高橋先生と会うなんてのは想像してなかったから。いや、本当そうですよね。ね、普通に、もう普通に挨拶できるっていうのがびっくりしますよね。ね、この前トレーニングマッチやった時来られてたよね。来られてました。高橋先生、はい、結構来てくださいますね。ちょっと品川サイドはざわついてて、いや、ざわつきますよね。ざわついてた。あれはさ、みたいな、サインもらうみたいな感じで、はいはい、いや、そうっすよ。この前乾と喋ってて、あいつのチームのやつらもざわついてたらしいです。なんかスペインに見に来られてたらしくて、1年前ぐらいに見に来られてて、いいね、あれは高橋かみたいな、すごいね、サイン欲しいみたいな感じで、すごい、はい、やっぱり海外でもすごい人気なんや。そうだね、はい、南葛 SC の皆さんは高橋先生に書いてもらったりとかするんですか、そう、自分のイラストみたいな部分。いや、いや、まあ、いや、本当は書いてほしいですけど、そんな恐れ多い、一緒に、うん、写真撮ってでもらえるので精一杯でしたね。あ、なるほど。うん。ただそうですね、こう南葛がこう何かしらのこう異業をなし昇格だとか、J 参入だとかってなった時には、もしかしたらそういうのも多いにありますね。確かに確かに。そう、こうぐらいをしないと多分なかなか、はい、難しいです。結果を出して。そうですね。そうですね。ご褒美として。ご褒美として。こう、はい、頑張ろう。昇格グッズみたいな形で出すと面白いかもしれないですね。あ、今、グッズのヒント1個出ましたね。おっと出ましたね。優勝グッズ。優勝グッズ。確かに、それね。はい、いいですね。はい、すみません、ありがとうございます。はい、そんなこんなでもう、あと10分少々ですね。お、早いですね。早いですね。ではじゃあそろそろ最後の方の質問に移れればと思ってます。はい。今年の抱負、をお三方にお伺いしたいなと思います。そうしましたら渡辺選手からお願いいたします。はい。まずチームとしては、神奈川県リーグで、まあ、優勝をして、で関東社会人サッカー大会に出ることですね。でそこで、まあ、南葛 SC さんと対戦することがもしかしたらあるかもしれないですし、まあ、その時はやっぱり勝てるように努力したいですし、まあ、一番の目標は関東社会人サッカー大会で優勝して、関東2部に上がるっていうところなので、そこを目標に、これからのシーズン戦っていきたいなっていうふうに思います。で、個人としては、まあ、先ほど何度か出ましたけど、1.5 キャリアを自分自身がしっかりと仕事もサッカーも一生懸命やって、一人のビジネスマンとして、今後羽ばたいていけるように、今は土台作りというか学びの場でもあると思うので、まあ、日々成長できるように、
今日よりも明日の自分の方が成長したっていうふうに思えるように一日一日を大切にして、過ごしていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。格言ですね。素晴らしいです。ありがとうございます。強い自分と、はい、はい、ありがとうございます。くすかみ選手いかがですか。はい、そうですね、僕は本当に社会人としてやっぱり一人前になるっていうのは大もちろんそうなんですけど、でもやっぱり僕は多分今年はサッカーの方に力を入れていきたいなと思っているので、うん、とりあえず昇格をできるようにそれに一番全部のパワーを使いたいなと思ってるので、本当にこのチームで関東リーグ昇格したいなと思っています。はい、ありがとうございます。石井選手いかがでしょう。はい、まあ関東リーグ昇格というのはもう最大の目標なので、本当にそこに向けて選手としてはそこに向けて全力でやっていきたいですし、はい、そこを一番の目標としてやりたいです。まあ、あとはこの南葛市の内部にもやっぱり、属しているので、まあ、その部分ではもっとこう、まあ、南葛市というクラブを、認知してもらえるように、まあ、順平とともにやっていきたいですし、まあ、選手がそうやってクラブの内部に入るっていうのは今回がこう初めてのケースなので、まあ、それがこうしっかりといい、方向に向かって、まあ、しっかりクラブとしてすごく良かったと思えるようにやっていかなければいけないので、まあ、それが成功すれば、今後も、まあ、他の選手がクラブのこう内部に入るっていう、そういう可能性も広げられると思うので、まあ、そこもこう意識してやっていきたいなっていうのは思ってます。はい、ありがとうございます。ちなみにお二人初めてなんですね、その選手兼内部スタッフっていうところは。確かに、はい、はい、会社はのスタッフはまだ、ほんと少ないんだよね、今何人だろう、うんうん、全部でちゃんとしたスタッフはほんと多分2人、うん、あ違うね、2人じゃない、うん、まあ、もうまあまあそうですね、ほんとそれぐらいですね、5人ぐらい、うん、はい、社員としては多分ほんとに少ないので、はい、これからこうどんどん大きくね、成長していけるように貢献していきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。素晴らしい。はい、そうしましたら一番最後ですね、各チームの、PR の時間に、告知タイムですね、使っていただければなと思ってます。はい、そしたらじゃあ、渡辺選手からお願いします。はい、自分たち品川 CC は、まあ、多種多様の、いろんなその職種の、選手が集まってて、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、クラブに携わってるスタッフさんの数もすごく多いので、面白いコミュニティですね。まあ、仕事場のコミュニティもすごく大切だと思うんですけど、こうそことはまた別のコミュニティを持つことで、また視野が広がったりとか考え方とか、価値観も、変わったりいい方向に、働いたり、またそれがこう仕事につながったりすると思うので、まあ興味ある学生さんとかもそうですし、まあちょっと練習見学とか練習参加してみたりっていうのを全然ウェルカムなので、興味のある方はぜひ一度、練習だったり試合に足を運んでもらえたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、くすかみ選手いかがでしょうか。はい、僕たち南葛 SC は、本気で葛飾区から J リーグを目指しているチームなので、それに向けて今個人個人がスポンサーをつけれるっていう取り組みをしていて、応援したいと思える選手に個人スポンサーをついて個人スポンサーになってその人を支援するという形を今取ってるので、もしよければ応援したい選手がいるのであれば
そう、企業様であったり個人様でもできるので、ぜひスポンサーをお願いしたいと思っています。一緒に J リーグに行きましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、でも面白い取り組みですね、個人スポンサー、うん、確かに、うん、初めて聞きました、うん、ユニフォームにそのまま入れられるんですよね。いや、練習着に。あ、ごめんなさい、練習着ですね。はい、練習、個人の練習着に入れて、で、個人がその企業様にできることをこう恩返ししていくという形に、うん、を取っています、うん。はい、ありがとうございます。すごい面白い取り組みだと思います。はい、じゃあ、すみません、最後、大谷伊地選手、よろしくお願いします。プレッシャーなんですけど。いや、まあ、南葛 FC というクラブは、本当に、もう日本を見てこう唯一無二のクラブだと思ってますし、まあ、すごく可能性を秘めたあのクラブだと思ってますので、まあ、全国の皆さんにこう知ってもらってたくさんの人に応援してもらいたいなと思ってます、まあ、そして、まあ、社会人リーグの、ね、チームはみんなどこも一緒だと思うんですけど、本当に一生懸命昼間、まあ、朝から働いてで、一生懸命練習もして、頑張ってる方が多いので、まあ、本当そういう人たちを、応援してもらいたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうそんなこんなでもう、20時30分なので、ちょうどこれで1時間ですね。あっという間でしたね。いやー、あっという間でした。いかがでしたか。はい、楽しかったです。いい話いっぱい聞けたんで、うん、そうですね、ちなみに関東リーグに上がるとこの2チームは同じくこう激突すると思いますので、もちろんトーナメントもそうですし、リーグでもぜひともこうバチバチとやっていっていただければなと思ってます、はい、確かにやりたいですね。やっていきたいですね、うん、楽しみです。決勝でやりたい、ね、最高ですね。確かにそれが一番ですね。うちの山。はい、もうその際はぜひ、もう本当にぜひともプレイヤーでそこを配信させてください。はい、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、そんなところですかね。はい、プレイヤートークサッカーは、毎週火曜木曜の夜、19時30分から20時30分の1時間配信を続けてまいります。ゲスト出演してみたいサッカー好き、サッカーの魅力をオンラインで発信していきたい、チームの関係者の皆様、絶賛大募集中でございます。詳しくは、この後、チャット欄に出てきます、プレイヤーサッカーの、Twitter アカウントに DM を送っていただくか、追記してあるお問い合わせの方に、メールをいただければと思います。はい、というところですね。本日は、1時間、ありがとうございました。ありがとうございました。では2週間、トリグは2週間後ですかね、開幕に向けてぜひとも頑張ってください。で、神奈川はもう少し後ですかね。はい、はい、皆様の活躍を今シーズン、祈っておりますので、ぜひぜひ頑張ってください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。